ベアトリス・デ・ボルボン・イ・バッテンベルグは、スペインの王族、スペイン王女。全名は、ベアトリス・イサベル・フェデリイカ・アルフォンサ・エウヘニア、クリスティーナ・マリア・テレサ・ビエンベニダ・ラディスラー。幼少期のベアトリス、1912年ゴロスペイン王、アルフォンソ13世と王妃であるバッテンベルク皇女、ビクトリア・ユージェニーの間の、第三子、長女として生まれた。母はバッテン、ベルク皇子。 ハインリヒ・モーリッツとイギリス王女・ベアトリスの娘である。ベアトリスはまた重邸にあたるガリエラコ・アルバロと恋愛関係にあったが、二人はどちらもイギリスのビクトリア女王の彦で血友病の保因者である可能性があったため、結婚は寄付された。ベアトリスとアルバロは1931年に交際を解消した。同じ年の4月14日、アルフォンソ13世が退位して、 スペインの王政が倒れ、スペイン第二共和国が成立すると、スペイン王家は亡命生活を余儀なくされた。王家は最初パリに逃れ、一時的にフォンテーヌブローに滞在した。両親の結婚生活は不幸で、不王は何度も不倫を重ねてはあちこちに、婚外死をもうけていた。1933年に、両親はついに別居、アルフォンソ13世は二人の娘ベアトリスと、 マリア・クリスティーナを連れて、ローマに移った。1935年1月14日に、ローマにおいて、ベアトリスは、第5代チビテッラチェシ公アレッサンドロ・トルロニアと結婚した。結婚式の後、夫妻は、教皇ピュース11世から祝福を受けた。夫アレッサンドロは、アメリカ人女優ブルック・シールズの王子である。また、ベアトリス夫妻の次女、 オリンピアの娘シュビラ・ウェイレルは、ルクセンブルク大公ジャンの末息子、ギオーム大公子と結婚した。ベアトリスは2002年、ローマの自邸パラッツォトルロニアで亡死した。ベアトリスは、夫との間に4人の子供を設けた。ありがとうございます。